おはようございます。おはようございます。今日はなんと何の日ですか？卒園式今日はキキの卒園式です。こうもかっこよく来て行こうね。緊張するの？あんなに泣いて保育園行ってたキキがもう卒園ですね。キキは、2歳から保育園行き始めてて、今日卒園する保育園は3年間通ってたから、すごくお世話になりましたね。子も一緒に抱っこして小学校行かっちゃうから絶対こう寂しいってなるだろうね。なんない保育園での一番の思い出は？動物園。ああ、遠足ね。水族館と動物園と、あと芋掘り遠足。ああ、芋掘りね、すごい良かったよね。あと一つ、友達と遊んだこと。そうだよね。あちゃん泣くかな？泣きます泣かない。てかみんな泣くと思うよ、ママとパパたち。まあ、パパたちはあんまり泣かないから、今日卒園だね。ほぼ見れる？見れるよ、もちろん。何が一番緊張するの？卒園証書もらうとき？ゴーも練習見てるから分かるんだよね。キキどういう風にやるか。はい、でもキキやってるとき、前はレゴで遊ばせてたんだけど、だけどゴーだけちゃんと見てた。なんか正座して見てたって先生言ってた。正座してずーっと見てたって言ってた、ね、そんな感じで。あ、ごめん、それ嫌い。ふふふ、母ちゃん、これできる。そんなかっこいい子できないよ、母ちゃん。はぁ、うおぉ、それぐらい。 OK。 何、女の子みたい。グラノーラ補充。トイレるやん。マジでドキドキしてる。マジでドキドキしてる。大人になるってどういうことだろう。自家製マヨネーズ、力も強くなったし。ゴンボスベイビーに変身していくんだよね。変身してくる、登場してくる登場その服ってねえの？幼なじみ。幼なじみ、お下がり。そうそうそう、ねえが卒園式で来たやつ。ごちそうさまでした。もうめっちゃ似合ってるやんね。ちょっとだけズボンさあ、年取った人みたい言わないよおお、かっこいい。おお、かっこいい。いいね、似合ってますよめっちゃ似合ってますよ。うわー、オッケーです。いいね、いい感じ。どこの音が？ゴー、メガネつんだ。まねしないで。メガネ作ってちょうだい。いいよ。
うしますか？いつも通りでいいですか？うん。今日はボサボサにならないようにまとめ液をつけてきます。ちょっとだけで。これがあると仕上がりが全然違う。よし、これでいかがでしょうか。こっち見て。うん、いいんじゃない。泣くわけねえじゃん。泣かないの？泣くわけないでしょ。行こう。泣くわけないでしょ。ねえ、うん、まだ行かないって。行くよ。準備早い。もう靴も履いてんの？うん。何をしてんの？ちょっともう時間ないんですが、母ちゃんものんとこ準備完了です。なんか神戸レタスっていうところで安いやつを買ったんですけど、さっき開けたらパパに超臭いって言われて、先に出しておけばよかった。パブしたいね。え？パブめっちゃ。パブめっちゃした。なんかしかもさ、ズボンめっちゃきついの。大丈夫かなっていう。まだ大丈夫。反対側けてる。こんな感じです。パブだけね。でも言うときはちゃんと堂々と言えた、うん、歌一個も間違えなかった。あの歌の歌詞が良くてさ、泣き、うん、そうになっちゃってる。てか泣きそうになったっていうか泣いてた。泣いてたわ。先生も泣いてるからそれ見てまた余計に泣いちゃって。何したの？いや、ちょっともらい泣きしちゃってる。いや素敵だったね。大きくなったら、なんて言ったんだっけ？ボクシングチャンピオン。うん。大きくなったら、ボクシングチャンピオンになりたいです。先生、キキちゃんなら絶対チャンピオンになれるよって言ってくれてたね。最後にね。ねねばライバルじゃないよ。うん。仲間？そう。一番倒したいのはねねでしょ？即答じゃん。春休み中は何するの？小学校入学までちょっとあるけど。え、違うよ。もうやることは決まってるよ。うん。幼虫とか見回る。バチバチちゃん。あとジムに行くこと。うん。あと小学校の準備もしないとね。うん。誰と行くの？小学校は。うん。行かないの？友達。Woo!
ったの？おすごいね、大盛りじゃん。見せて。あ、すごい。陽キャ、陽キャプリです。おめでとうございます。ありがとうございます。小学校行ったら何を頑張りますか？決めてませんそうだね、まだわかんないね。春休み中したいことは何ですか？鶴屋に行くことですあの孤独のグルメの焼肉屋さんね。じゃあ行こうね。待って、どうした？みんなに孤独のグルメ知られちゃったじゃん。みんな知ってるよ。みんな知ってるよ。超人気番組だもん。また見てね。バイバーイ。